エドバルド・ヘルステッドエドバルド・ヘルステッドは、デンマークの作曲家、バイオリニストである。コペンハーゲンに生まれ、クラウス・シャルにバイオリンを学んだ。デンマーク王立管弦楽団のバイオリニストを務める、傍ら作曲も手掛け、デンマーク王立バレエ団の振り付けアオーギュスト、ブルノンビルのバレエ、闘牛士、ナポリなどに曲を提供した。ただし、健康上の理由によりその職を1869年に、 退いている。ヘルステッド家の家系図ヘルステッドは1900年にフレデリクス冒険で死亡し、当地の教会に埋葬された。なお、弟のカール・ヘルステッド、カールの息子、グスタフ・ヘルステッドも作曲家である。ABC ・エドバルド・マッツ・エビー・ヘルステッド2011年5月5日、閲覧。エビー・ナポリ、ザ・バレー。 ダンスイットバレエアカデミックスタジオ2011年5月5日閲覧ヘルステッドはパウリと共同で1.3幕の作曲を手掛けている従来パドル部分についてはヘルステッドの作とされてきたが実際はオーストリアの作曲家マタイアス・ストレイビンガーである詳細については当該項目を参照のことありがとうございます